れそう。最高だな。ああ、わかった。Thank you.
任せてくれ。行くぞ。ナイス連携だ。行くぞ。連携行くぞ。嬉しい限りだ。いいぞ。行くぞ。頼んだぞ。行くぞ。
行くぞ。行くぞ。頼んだぞ。行くぞ。待たせて。次よろしく。はあ。はあ。ごめん。行くぞ。最高だな。あ、わかった。はっ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。これで決める。任せて。これで決める。ナイス連携だ。行くぞ。これで決める。うわやったぞ。
ここが二人の女神を導く場所。祈りの神殿。ジェネシスは世界を崩壊させるために、必ずクエストを終わらせると言っていた。やっぱりあいつとは直接。一度町に戻ろう。みんなに話をしておく必要がある。いや、シノ。あら、一人でお出かけ？適当に散歩中だよ。もし暇なら、またあのカフェでケーキでも食べないか？それって、デートのお誘い？いや、デートとかじゃなくて、その。単純にケーキが食べたいんでしょ？はいはい、わかってますよ。私は特に用もないし、付き合ってあげるわ。ふぅ。それじゃあ行こうぜ。そういえば、リヒター、新川くんだけどね。大丈夫だったのか？うん。本人もどうかしていたって反省していたわ。けど、このゲームは一旦やめるみたい。そうか。リアルの勉強が忙しくなってきたって話していたし。だから、これからは時折勉強の息抜きとして話をする時間を設けようってことになったわ。私もできるなら友達でいたいから。まだ気になるところもあるが。それじゃあ、あいつも根が悪いやつじゃないんだろうな。うん。ね。今回のことは、ありがとう。なんだよ、改まって。だって、これまで私の過去のことを知った人は、明らかに私を見る目が変わって、距離を置くようになったんだもの。だから、みんなに知られた時は、もう二度と一緒に過ごせないって思った。ログインしていない間、一人家に閉じこもって、大泣きしていたのよ。意外と泣き虫だな、シノンは。知らなかったでしょ？でも、こうしてみんなとまた一緒に過ごせるようになったのは、あんたのおかげ。だから、ありがとう。俺も、シノンとあれっきりなんて絶対に嫌だったからさ。離れたくなくて夢中だったんだぜ。ほんと、そういうセリフをさらっと言っちゃうわよね。けど、本当のことだし。それにしても、みんなは私のこと、怖いって思わないのかしらね。誰も思ってないだろ。むしろ守ってあげなきゃって、みんな必死だったんだぞ。そっか。みんなにも私が弱いって知られちゃったわけね。そのおかげで、今まで以上に仲良くなれるはずだけどな。みんなへの隔たりを作っていたのは、私だったんだものね。まだ、私はあの事件をどう受け止めていけばいいか分かってない。今も銃の写真を見ただけであの時のことがフラッシュバックする。それでもみんなが背中を押してくれるから前に進んでいくことができる。ああ、一歩ずつでいいから進んでいこうぜ。あれ、カフェにいるのってアスナたちじゃないか？シノン！やっほー、二人とも。ねえ、よかったら一緒におしゃべりしない？来てよ来てよ、みんなで話をするの楽しいよ。せっかくだし、みんなと一緒にケーキを食おうぜ。いいの？そんなこと言っちゃって。何が？みんなにケーキをおごらなくちゃいけなくなるわよ。俺のおごり？さあ、早く。でも、おごりだろ。ほらほら、ぶつくさ言ってないで、覚悟を決める。おい、手を引っ張るなって。
行きましょう、私たちの仲間のところに。しょうがないな、行こうぜシノン。シノンがみんなと一緒に笑えるようになって本当によかった。俺たちには支え合える仲間がいる。この先誰かが思い悩み苦しむことがあっても、俺たちは支え合い、きっと前に進めるはずだ。さてと、この後は何をするかな。んて、俺は。おい、リズ。あら、奇遇じゃない。よ、何してるんだ。私は今、素材集めから戻ってきたところ。なかなかハードだったわ。レア素材探しだったのか？ええ。クレイジームーンラビットっていうモンスターがドロップする素材なんだけどね。そのモンスターがすばしっこくてすばしっこくて、追いかけてターゲットを取る時点で苦労するのよ。へえ、そんな奴がいるのか。動きの速いモンスターか。あ、そういえば今日までだった。何？突然どうしたのよ。リズの話で思い出したんだよ。確か湖で期間限定のレア魚を釣れるのが今日までなんだ。ああ、それ私も知ってる。掲示板に載ってたやつでしょ？確か名前はフラッシュフィッシュだっけ？ C 級食材で味は確かなんだってね。ああ、すごく動きが速くて釣るのが難しいんだってさ。手に入りにくい食材って言われると食ってみたくなるだろ？まあその気持ちはわからなくもないわね。それならさ、私も一緒に行っていい？手伝ってくれるのか？助かるよ。二人いた方が釣れる確率も倍だしな。見事釣り上げたら料理してあげる。リズが料理できるのか？あのね、女子に向かって料理できるのかはないでしょ。あ、ごめん、悪気はないんだけど。まったく。まあ実際のところ料理スキルを上げているわけじゃないけどね。初歩の焼き魚くらいならって気持ちだったけど、こうなったらもっとランクの高い料理を作ってみせるわ。大丈夫か？平気よ、食べるのはあんただし。ひって。じゃあ出かけましょうか。よし、行った！って、また外れだ。D 級のバナフィッシュ。お目当てのものはなかなか釣れないわね。諦めずに待ち続けることも釣りの楽しいところだからさ。それに、苦労して手に入れた食材の方が、普通より料理も美味しく感じるってことありそうだろ。それはあるわね。リアルの方で釣りをした時に食べた鮎は美味しかったな。そういうのって記憶に残るよな。このフラッシュフィッシュも記憶に残る料理にしてみせるわ。ま、まずは釣るのが先だけど。あ、来たか。ああ、ダメだったわ。そんなシビアなタイミングってことは、おそらくフラッシュフィッシュだろうな。今のでも遅すぎたのかしら。なんせ期間限定のレアものだから、そう簡単には釣れないんだろう。そこまでの相手とあれば仕方がないわね。奥の手を使いますか。奥の手？ふんふんふん、見てなさい、これをこうしてた。あ、何が起きたんだ？私の防具を見てみて。ズボンとか靴のところ。な、金具が外れてるぞ。防具の木崩しカスタマイズよ。普通はおしゃれのための機能だけどね。普通はってことは、何かステータスが上がるような効果があるのか？ないわよ。え？ただこうすることで動きやすくなる気がするじゃない。
なんだ、気分の話か。言っておくけど、案外バカにならないのよ。さっきの素材集めの時も、こうやってカスタマイズして、すばしっこい獲物を追いかけ回してたんだから。ステータスには現れない効果ってわけだな。そういうこと。さあ、これで準備万端。フラッシュフィッシュを釣り上げてやるわ。期待してるよ。任せておいて。って、早速来た！どうだ？バッチリ！今度は逃げられずにヒットできたみたい。ナイス！木崩しの効果ありだな。けど、引きの力が強すぎて、ダメー！リズ！うわぁ！おい！大丈夫か？大丈夫じゃないわよ！ここ、思ったより深くて。落ち着け！まずは防具を解除するんだ。なんでよ。布装備だと水に濡れることで重量が増えて体が沈みやすくなるんだ。なるほど、確かにそんな仕様だったわね。よし、上着を脱いだわよ。そうしたら落ち着いて手をこっちに伸ばしてくれ。引っ張るぞ。参った参った。動きやすさ云々の他に筋力値も必要だったみたいね。リズ、装備。装備？ふふん。さてはインナー姿にドキドキしちゃってる？とは言っても別に大胆なデザインじゃないでしょ？いや、大胆というか。際どいというか。際どいって、なんで胸がはだけてるのよ。知らないって。木崩しカスタマイズ、あれのせいね。とにかく装備し直すから、ちょっとあっち向いてて。お待たせ。ああ。ああ、もう、あんな格好を見られて。今日のことは、早く記憶から消去しなさいよ。了解。それはさておき、せっかくフラッシュフィッシュがヒットしたのに、残念ね。仕方ないから、D 級のバナフィッシュでも調理して食べましょうか。それもありだな。腹も減っちゃったし。じゃあ早速、塩包みにチャレンジしてみるわね。おお、なんか本格的だな。そう思われがちだけど、実は塩のアイテムと魚を合わせて火に入れれば完成なのよ。ピッピッピッと。オーブンの方が成功率が高いみたいだけど、まあ焚き火でも大丈夫だと思うわ。適当だな。細かいことは気にしない。さあ、できたわよ。食べてみて。おう。それじゃあ、いただきまーす。どう？うまい！ほんと？いい塩加減で、この魚との相性はかなり高いよ。いろいろ苦労もしたしね。結局、お目当ての魚じゃなくなったけど。でも、いい思い出になったよ。この味とセットで、忘れられないな。よかった、そこまで言ってもらえて。っていうか、今日のことは忘れてって言ったでしょ！ああ、忘れるから！とはいえ、忘れられるかな。さてと、そろそろ町に戻って、消耗品の補給でも。おい、誰だ？リヒター？確か勉強があるからゲームをやめたんじゃ。黒の剣士、お前はここでも、
ヒーローの真似事か。生ぬるい現実の空気になれ、鈍った腕で。何の話だ？忘れるな。俺はお前を逃がさない。いつか必ず、お前との決着を果たす。お前は、誰だ？ふん。おい！今のはきっと、新川じゃない別人だ。別の何者かが、リヒターのアバターで俺に接触してきたんだ。そしておそらく俺は、その別人とどこかで会っている。次に会うのがいつどこでかはわからないが、その時は、何か大きなことが起きそうな。は、どうしよう、このクッキーみたいなやつ、美味しくて手が止まらないね。はい、極上です。はっ、もう一枚しかない。じゃあプレミアちゃんが食べていいよ。いいんですか？うん、だってすごく気に入っているみたいだからさ。では半分こにしましょう。そうすれば二人で食べることができます。いいの？やったね。くぅ、いい子だなプレミアちゃん。そんなクッキー一つで。でもこういった細かいところにも性格って出るものだと思うよ。もともとは性格の設定すらなかったわけですから、これはきっと皆さんに影響されたんですね。影響か。食欲が旺盛なのは誰の影響か考えるまでもないよね。間違いなくお前だろ。それよりも行くのか、祈りの神殿によ。ああ。その神殿がプレミアちゃんのクエストの最後の場所なんだよね。祈りの神殿、そこで二人の女神が祈りを捧げると、この世界にアインクラッドが創生されてしまう。ジェネシスは二人の女神に祈りを捧げさせて世界の崩壊を起こそうとしている。あいつはそこで俺が来るのを待っているはずだ。でもわざわざジェネシスが来る場所に行くなんて危険すぎるよ。話をして通じるような相手じゃないのは分かっているわよね。もちろん分かってる。けどこのまま黙っていたとしても、あいつは必ずプレミアを奪いにやってくる。だったらみんなで守ろうよ。私たちが集まればいくら強いジェネシスでも。いや、仮にみんなでジェネシスを倒したとしても、きっとあいつは何とも思わない。普通に死に戻りしてまたプレミアを狙ってくるだけだ。だからあいつは俺一人で倒す。俺が決着をつけてくるよ。それだけじゃなくて、みんながジェネシスに傷つけられるのも見たくないんだよね。大丈夫、きっと勝つって信じてるもん。止めたって絶対に行っちゃうよね。だったら私たちは君を精一杯支える。アスナ、だから絶対に守ろうね、プレミアちゃんとこの世界を。ああ、必ずだ。
行くぞ。さすがヒーロー、逃げ出さなかったみてえだな。ジェネシス。お前は下がってろ。わかりました。来なかったらお前の取り巻きをぶっ殺してそいつを奪うだけだったが、利口な判断だ。おい、前に言ったこと忘れてねえよな。俺が世界をぶっ壊してヒーローになるか、それをお前が止めるのか。わかった。下がっているんだ、プレミア。準備はいいかよ、ヒーロー。始めようぜ、この世界をかけたバトルってのをよ。はあ、しぶてえな。お前のその強さについて分かったことがある。お前の強さは最前線の攻略プレイヤーも凌駕していると思う。正直、普通にプレイしているだけじゃそこまではたどり着かないはずだ。だったらなんだ、俺が普通のプレイヤーじゃないって言いたいのか。ああ、俺と同じようにな。お前が俺と同じ？意外そうな反応をするんだな。お前も俺と同類だろ。はあ、バカ言うんじゃねえよ。同じわけがねえ。なぜそう思うんだ。別に俺たちみたいなプレイヤーがいたって不思議じゃないだろ。誰だってどんな手を使ってでも他の奴らより先に行きたいって思うに決まってる。特にあの味を知ってしまったら引き返せないのもわかるぜ。ありえない。まあ確かに自ら名乗るような人は少ないと思うけどな。お前らのような凡人が簡単に手を出せるようなもんじゃねえんだよ。どんなツールを駆使したってカーディナルのセキュリティは崩せねえ。違うか。いや、違わないな。でもそのカーディナルでさえも目を光らせていないところは存在する。じゃあお前も
アミュスフィアに手をつけたのか。答えろ！お前は何をしたんだ！ジェネシス、一体何の話をしているんだ？何？俺はずっとフルダイブ経験量のことを言っているだけだぞ。VR ゲームでの強さはステータスだけじゃない。経験している時間だって大事な要素の一つだ。そして VR ゲームにはまってその味を占めたら控えせなくなる。食事を抜いたり学校をサボったりどんな手を使ってでもダイブしたくなる。それに何十時間ダイブし続けたとしてもカーディナルから文句を言われることはない。お前の波じゃない強さはダイブ歴が長いからだと思ったんだが。そうか、アミスフィアを改造なんてしていたのか。てめえ、ようやく違和感の謎が解けたよ。やっぱり俺とお前は違うみたいだな。あ、聞こえていたか、セブン。ええ、バッチリとね。誰だ？彼女はこのオリジンの開発協力者、七色博士って言った方が分かりやすいか。なんだと？今の俺たちとのやりとりは全て彼女に聞いてもらった。それが意味することはわかるだろ。アミュスフィアの改造とは到底許されないことをしているわね、あなた。くだらねえ誘導尋問なんてしてんじゃねえよ。俺をこのゲームから消すつもりか。ふざけんじゃねえぞ。終わらせてやる。消えるなんて、俺が負けるわけねえ。ゲデジタルドラッグ見せてやる。俺だけが手に入れた力をよ。来るぜ、脳に直接入ってくる。前の時と同じ、デジタルドラッグのせいで体に負担がかかっているんだ。くそ、こんなところで引き下がってらんねえんだよ。弱いやつは淘汰される。だからジェネシス、瞬殺だ。この世界じゃ誰も俺に勝てねえって、足りない頭に刻み込んどけ。ああ、分かった。続きを始めよう。なんて、ちょっとだけ、Yeah!
ざけんな。なんで、てめえの方が。お前に、黒の剣士は似合わない。心配させちゃったな、プレミア。いいえ、心配はしていませんでした。信じていたので。そうだ、あの子、もう一人の女神は。彼を倒した後、奥へ向かっていきました。奥に、彼女一人で。行ってみよう。はい。一人の。あの人は私を必要としてくれた。何も持たない私を連れ出し、戦う術を、この世界で生きる術を教えてくれた。そして私をティアと名付け、存在することの意味を与えてくれた。ティア、いつも NPC のことをモブと言い続けていたジェネシスが、この子には名前を。しかし人々は彼を否定し拒絶した。たった今花。それは初めての人を失った。また私は一人。やはりあの人が教えてくれた通り、人は憎むべき存在。人の存在が私たちを傷つける。人の存在がこの世界を醜くする。私たちを拒絶する世界なんて必要ない。私たちを拒絶する人々なんて。さあ一緒に祈りを。いえ、それこそが何もなかった私たちに与えられている唯一の役目なのだから。プレミア、私は世界が崩壊することは望みません。なぜ？この世界が人々が必要だというの？人は人を受け入れることなんてしない。ただ拒絶し拒絶され続けるだけ。人が存在することで世界がこんなにも醜くなるのなら、消してしまった方がいい。私やあなたの都合でこの世界の人たちを消してしまうわけにはいきません。それに私はみんなが持っている可能性を守りたい。どうして人間たちを守らなければいけない？ジェネシスや私を拒絶した人間たちを。人がこの世界に来なければ、こんな思いを知らずに済んだのに。いいえ、受け入れてくれる人間だっている。そんな人間はいなかった。お前たちだってお互い分かり合えたかもしれないのに、彼はその可能性を消すことを選んだ。拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。あの人とただこの世界にいたかっただけなのに。一緒に祈らないというのなら、私一人ででもこの世界を崩壊に導いてみせる。
6つの成績があの子の周りに。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか。大地切断を。転移したのか。あなたは与えられた役目に逆らえぬ。私と一緒になるのだから。お待たせ。みんなもう揃ってる？ああ、揃ってるよ。ここに来るまでに街のいろんなところを回ってきたけど、まるでお祭りのようなすごい騒ぎ。そりゃそうよね。突然上空にアインクラッドができたとなれば、プレイヤーたちはオリジンのサプライズイベントだと思っているみたい。まったくのんきなものよね。まあ経緯を知らないから無理もないけど。それで崩壊したフィールドに関して調べてきたわよ。残念だけど被害はゼロじゃないわ。アルゴさんが走り回ってくれているおかげで、いろいろ聞くことができたの。この始まりの町は幸い被害がなかったようだけど、他のいくつかの町や村は創生に巻き込まれたみたい。本来大地切断というのは、地表が円形に切り抜かれ空へと上昇していくもののはず。けど今回起きた大地切断は中途半端な状態で、地表が崩れながら上昇している。巻き込まれた町にいた NPC たちは、きっと。この世界の NPC は、二度と復活できないのに。この状況、運営は知らないのかな？まさか、とっくに気づいていると思うよ。ですけど、運営からは何もアナウンスがないですね。現状に問題なしってことかしら。セブンなら運営の動きがわかるんじゃない？俺もそう思ったんだけど、セブンは今アメリカにいるから、国内の運営の動きがわからないらしい。もしかしたら、ベータテストの中止なんていうことも考えられるんですよね。最悪、あり得るだろうな。もう一人の女神の子が祈りを捧げちゃったから、大地切断は起きちゃったんだよね。ジェネシスの奴を倒したっていうのにね。そういや、ジェネシスの奴はどうしたんだろうな。あいつを倒したとしても、死に戻りして、また襲ってくるかもしれないよね。いや、ジェネシスに関してはもう決着がついたよ。決着ってのはどういうことだ？あいつが並外れた強さを誇っていたのは、やっぱりチート行為を行っていたからだった。そしてそれは、チートでよく知られるデータ改ざんとは違い、アミスフィアを改造することで実現させていた。その話をセブンから各所に回してもらって、すぐに逮捕されるらしい。逮捕？デスゲーム以来 VR マシンへの改造はかなり厳しく取り締まられている。第二の火薬場になられたら
問題だからな。じゃあこれでプレミアちゃんが狙われることはひとまずなくなったんだね。けどアミュスフィアを改造するなんて簡単なことじゃないんじゃない？実際ジェネシスの施したそれは相当な技術らしい。実はチート行為の常習犯で、ネットの一部では GOC ゴッドオブチートなんて呼ばれていたみたいなんだ。そうしたこともあって警察の方でも逮捕に踏み切る準備はできていたから対応も早かったんだ。まったく、その技術をなんでいいことに使えないかな。そういうことってゲームを楽にプレイするためにするんですよね。他にもゲーム内を荒らして楽しむっていうやつもいるだろうな。けどジェネシスはそういうのとはちょっと違う気がする。強くあることに本気だった。体がおかしくなってるってのにデジタルドラッグを使い続けたくらいだもんな。そんな危険なことをしてまで強さを求めていたなんて。もう一人の女神は自分の存在する意味をジェネシスに与えてもらったと言っていた。ひょっとするとジェネシスも自分という存在を強さという形で守り続けてきたのかもしれない。ゲームで誰よりも強くありたい、誰よりも優れていたい、そうした気持ちはなんとなく理解できる。俺も昔は似た気持ちを持っていたから。そっか、ジェネシスもただゲームをやっていただけじゃなかったんだね。ジェネシスのことは一件落着だけど、もう一人の女神は止めることができなかったね。自ら世界の崩壊を望んだんですよね。この世界の NPC はみんな AI 化された状態だ。 AI 化された NPC は自分たちが目の当たりにしたことを情報として蓄積し、それをもとに自我を形成していく。ジェネシスやそれを取り巻くプレイヤー、無論俺も彼女へ影響を与えた。彼女が世界の崩壊を願ったのは、元をたどれば俺たち人間が原因なんだ。パパ、ジェネシスはもう一人の女神のことをティアと名付け呼んでいたらしい。あの二人の関係は俺たちが考えていたものとは違っていたのかもしれない。彼女を道具としてではなく、もっと違う存在として見ていた。だからジェネシスの意志をこんなにも強く受けてしまったのかもね。ああ。ねえ、ところでプレミアはどこにいるの？そういえば今日はまだ見てないな。変だね、近頃はログインするとすぐに会いに来てくれていたのに。気になるわね。俺ちょっと探してくるよ。だったらみんなで探そう。私はシノノンやリズたちと街の中を探してみる。わかった、俺はフィールドに出てみるよ。アインクラッドが創生された影響で踏み込めないエリアも出てきてるみたいだから気をつけてね。ああ、了解だ。プレミア！アスナたちも見つけられていないみたいだし、一体どこにいるんだ。もう少し奥まで進んでみるか。プレミア、いないのか？くそ、暗くなったせいでかなり効率が悪くなったな。そもそもなんでプレミアはいなくなったんだ？ジェネシスはもうこのゲームには存在しないし、他のプレイヤーについていったとも思えない。であれば、あと考えられるのは、あれは、プレミア！やっと見つけた。こんなところまで来てどうしたんだ？なんだか様子がおかしいな。どこかに行きたかったのか？行ってくれれば俺が連れて行くのに。連れて行ってくれますか？では、私を。ん？私を、
祈る場所へ連れて行ってください。え？私は、待ってくれ。なんでプレミアが祈る必要があるんだ？それが、私のすべきことだから。私を、祈る場所へ。プレミア本人であることは間違いないはずだけど、彼女が自分から祈りたいだなんて言うとは思えない。なあ、一つだけ聞かせてもらっていいか？祈りたいというのは、君の本心で言っているのか？本心。もしプレミアが祈れば、俺たちはもう会えなくなるかもしれない。女神だとか、そんなの関係ない。プレミア自身の気持ちを聞かせてほしいんだ。私の気持ち。私は、キリトと、本心です。祈りを捧げることが、私の望み。これは、プレミアの設定が上書きされているのか？祈ること。それが、私の、プレミア、君の本当の望みを叶えてあげるよ。一緒に叶えよう。キリトも！上を見上げてみなよ、プレミア。上ですか？星、たくさんの星が輝いています。たまにこうして星を眺めることがあるんだ。綺麗。ああ、俺もそう思うよ。この世界がどんなところであれ、こうして感動する気持ちは本物だ。本物？うん。プレミアとこうやって一緒に過ごしている時間だって、貴重な一瞬だよ。はい。私も貴重な一瞬だと思っています。これからもずっと一緒にいられますか？ああ、もちろん。またこうして星を一緒に眺めることも、いくらでも付き合うよ、プレミア。ありがとう。どうした、プレミア？なんかおとなしいけど。昨晩、皆さんに心配をかけてしまったので、なんて言えばいいか考えています。なるほど。昨日は時間も時間だったから、みんなとあまり話をしないまま別れたもんな。皆さんがログアウトした後、こうしてずっと悩んでいたんですよ。そうなの？ユイには、気負いしなくても大丈夫だと言われました。うんうん、気にしなくても大丈夫だよ。そもそもプレミアが悪いわけじゃないんでしょ？まあでも、思うことがあるならそれは伝えればいいんじゃないかな。そうですね。では、思ったことをそのまま言うと、つまり心配させてごめんなさい。
それと探してくれてありがとう。無事で本当によかったわ。おかえりプレミア。僕だってプレミアちゃんが帰ってきてくれてすっごく嬉しいよ。だってさ、よかったな。はい。ところでパパ、お話があるのですが。ん？どうした？プレミアさんに起きた現象について念のため調べておいた方がいいと思うんです。なので私をまたコンソールルームへ連れて行ってくれませんか？なるほど。確かにまた問題が起きないとも限らないな。はい。よし、わかった。それじゃあ行こうか。やはりモジュールからプレミアさんへアクセスを試みた形跡があります。強制的に彼女を操り、完全な大地切断を再現しようとしたんだな。ですがプレミアさんは自身の意思でモジュールによるデータ改ざんを打ち破ったんですね。ああ。それで他におかしなところはないか？最新のログを調べてみますね。あれ？どうした？おかしいですね。モジュールとは別の場所からクエストを改変している形跡があります。モジュールとは別の場所から？ユイ、もっと詳しく調べることは可能か？やってみます。アインクラッドを崩壊に導くシミュレーションモジュール、それとは別の何かがプレミアたちのクエストを改変している。今この世界で一体何が起きているんだ？パパ！何か分かったか？大変です！このままではアインクラッドが地上に、アイングラウンドに落下してきます！なんだって！もしそんなことになれば世界の崩壊は免れません！アインクラッドが落下？んなことになったら確実にこのゲームは続けらんなくなっちまうぜ。地上にいる NPC のみんなも無事で済むわけがないよね。まったく、 NPC は復活できないってのに。そもそもなんでアインクラッドが落下してくるのよ。それは祈りを捧げたもう一人の女神、彼女のデータは現在アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールに結びつけられている状態です。そして彼女が AI として積み重ねてきた世界の崩壊への思いによってクエストが改変、結果としてアインクラッドが降下を始めたんです。崩壊への思い、クエストが改変ってそんなことが起こせちゃうんですか？ゲームの基幹プログラムであるカーディナルシステムにはクエスト自動生成機能というものが存在します。その機能により常にゲーム内で様々なクエストが生成され続けています。そしてまたプレイヤーの想定外の行動などで辻褄が合わなくなった場合、クエストが修正されることがあるんです。でもティアって子はプレイヤーじゃないのに。つまり人も AI も変わらないってことだよ。思いを重ねることで自分を作るという面で見れば、プレイヤーたちの影響でジェネシスの破壊衝動が今の彼女を作ってしまったんだ。それでアインクラッドの降下を止める術はあんのか？あります。今ティアさんのデータの所在地はアインクラッドの中枢を指しています。そこに行きモジュールとのつながりを断ち切ることができれば、アインクラッドの降下は停止するはずです。なるほどな。つうことはやっぱユイ、一つ聞かせてくれ。彼女のデータが存在しているということは生きていると考えていいのか？はい。プレミアさんが祈りを捧げずアインクラッド創生が完遂しなかったことが幸いしたのかもしれません。そうか。
やることは決まったね。行きましょう。アインクラッドの中枢へ。そのためにも、まずはアインクラッドにたどり着く方法を探さないと。それについては当てがあるんだ。プレミアが一人いなくなった時、モジュールはアインクラッドの中枢に連れ出し、イノラ、つまりプレミアが向かっていたその先に、アイン。なるほどね。だったら行きましょう。世界を救うための道へ。パパ、この世界を危機に陥れた原因は、確かにプレイヤーかもしれません。ですが、この状況を救えるのも、プレイヤーだけです。どうか、この世界を救ってください。ああ、約束するよ。必ず救ってみせる。